はははいい、えー、皆さんこんこにちは神の形です、はい、今回はですね「神戸インク物語のすごさ」はい。ということでね「神戸インク物語」っていうねあの万年筆用のインクがあるんですよね。はいただねこの万年筆用のインクをね紹介するんですけどちょっとね変わった角度から紹介したいなと思います。ということでスタートします。 はいまあね今回の内容はですね別にねあの文房具沼じゃない、あの万年筆沼じゃないああのまあ、ね、そのまねそインク沼でもない方でもねあの非常に楽しめる内容になるんじゃないかなと思います。というのもですねあのー、通常ね、ねインクのねあの紹介とかするんやったら書、ね、いたりとかねなんかあの色がどうのとかねあの書き味がどうとかねなんかそういう風なね話になったりするんですけど今回はねなんとねあの書いたりしません。はい 書かずにねどういう風にインクの魅力を伝えるのみたいな感じでね言われるかもしれないんですけどこのインクに関してはねちょっとねすごい部分がねちょっとあったりするんですけどちょっとねその本来のね書くとかねなんかそういう風な目的以外の面がね非常にすごいねインクなんですよねということでね今回はねそこにフォーカスを当ててねちょっと紹介しようと思いますはいということでねまずはね神戸インク物語をねあの見たことない方用にちょっとねお見せしたいなと思いますはいこちらになりますはい じゃんはい、こちらがね、神戸インク物語っていうやつになります。はいまあね、こういう風なな、ね、黒い、ね、四角の、ね、パッケージに入ってます。まあ、ね物によってはね、ちょっと限定品とかは、ね、違う色に入ってたりするんですけど、まあ、ベーシックはね、あの2020年段階の現在ではこういう形でお店屋さんで売られてる形になります。はい、結構ね、こういう風にね、特徴的な、ね、ラインのね、なんかね、あの街並みが書かれてるんですよね、はい。実はね、これ神戸の街並みなんですよね。はい、ここのね、赤い部分がこれ、アクセントになってるんですけど、はい、これがねあのポートタワー、神戸のポートタワーっていうところになります。 まあこれねあのー、海岸沿いとかにねあのあったりするってまああのー まあこれ長沢文具センターっていうね、関西でも大きい文房具店、三宮にね本店がね、神戸三宮に本店がある文房具店で、かなり関西では大きい規模を誇るとこなんですけど、そこのね、支店のね、レンガ倉庫店からやとね、結構これがね、バッチリバーンって入るロケーションでねあ、あるんですけど、ねそういう風なね、神戸の街並みがこういうふうに書かれたやつになります。でね、長沢文具センターのまあオリジナル商品っていうのは結構このね、抽象的なね、この、 あの神戸の町並みみたいなマークがこういう風にポンって入ったりとかしたりするんですけど、まあその中のね、もうこれ一番ね、ポンってねあのま押しにしてるやつかなっていうのが、もうこの神戸インク物語っていうやつになります。はいでね、このねインクの中身はどんなんかと言いますと、はい中を開けてみますと、はいこういう形で出てきます。はいまあこれがね、あの瓶に関してはね、これね、あのまあちょっと見たことあるなみたいな方いらっしゃるかなって思うんですけど、はいここのね、ところを見てみますと、よいしょと。 はいここですねはいあの販売元はねあの株式会社長沢文部センターってねはいそういう風に書いてあるんですけどはいここのところですねはいあの生存元に関してはねこれセーラーマネー室株式会社になりますはいということなんでねこれあのセーラーマネー室のまあ oem みたいな形になりますまあねあのパ パッケージがちょっとこれね、あのオリジナルで、ここにね、あの貼ってあるシールがね、オリジナルで、あと中のね、インクの帳簿がオリジナルになってる形なんですけど、この瓶に関しては、あの、セーラーのあのものになります。なんでね、あの結構他のまあ、文具店オリジナルとかね、まあ、他のところでも、あようにた瓶見たことあるみたいな形の方いらっしゃるかもなんですけど、はい、そうです、これ、あの、セーラーのね、OEM 版みたいな形になります。はい。 でねあのまあ色に関してもねこれいろんな色があるんですよね。まあ、その中でね自分は、ね、この塩やヴィンテージセピアというやつを、ね、これ持ったりしてます。あの他の色もね実は持ったりしてるんですけど、ままあああの、まあ、今回はねそんなに書いたりとかしないんでねまあ、これでいいかなという形になります。はい、まあ、要するにこういうふうな中身ですよみたいな形です。はいでねああのまあ、これちょっと箱に戻そうかな。はい戻しますね。はい で今回はね、あの、書くっていうね、あのお話じゃないんですよね。はい。あの、まあね、これがね、いかにね、すごいかっていうのをちょっとね、本日は伝えようかなと思うんですけど、まずはね、あの色数がね、かなりあるんですよね。はい。こんなにあるんですよね。はい。もうなんかね、いろいろこうやってばーってあったりします。もうこれね、今何色あるんかなもうよくわかんないんですけどね、もう70何色ぐらいあったと思います。まあこの辺 この辺こ,れこいっちゃ端っこですね。これ、なんか74って書いてあるんですけど、なんかね、まだこれからもね、いろいろ出てくると思います。はい、まあね、まあ、色がね、色があるぐらいやったらね、まあ、他のね、あの、インクとかでもね、ある話なんですけど、実はね、あのそういうところじゃないんですよね。はい、まあね、これね、着目していただきたいのがね、これ、あのネーミングなんですよね。はい、神戸インク物語なんですよね。はい、これね、あの神戸のインクの物語なんですよね。はい、これ、どういうことや、まあ、なんか本があるんかなって思いきや、そういうね、本はなかったりするんですよね。はい、じゃあね、 このね説明、これね、あのカタログ、まあ,あのお店とかにねパンフレットで置いてあったりとかね、これ、すんでんですけど、これ、ちょっとね、あのイベントでもらったやつなんで、ちょっと余分なのがついてるんですけど、はい、こういう形でね、あのまとめてあるんですけど、これ、1個1個の色に関してね、あのこれの色にまつわるエピソードみたいなのが書いてあるんですよね。でね、この色名っていうのもね、これ、神戸のね、町並みにね、ちなむカラーリン グになんかされてるんですよねはいなんか神戸のどっかのスポットを見てそこからインスピレーションを受けた色を抽出してあげてそんで色の名前をつけるそしてそれに関するエピソードがねはいこれね74色つまりね74話分ね入ってるっていう形なんですよねはいまあこのねエピソードから感動してこの色に入るもよしこの色からこのエピソードを見てさらにあの深 あの感銘を受けて買うもよしみたいな形でねはいこのインクをねあの集める頃にはねもう神戸の、ね、いろんな街並みをねあのコンプリートできるみたいなねはいそういう形のねコンセプトになっているという、ねはいまあ、あの本来のねあのインクといえばねあのま書、あ、いた時のこの色とかねなんかそういうのを楽しむだけのもんじゃなくてねねはいいこういう風な、ね、物語を楽しめるっていうコンセプトになっているところがまず1点目、すごいところかなって自分思うんですよね。はははいいいここの辺すすごいとこです、はい はいでねあのまあねこのねどんなね街並みを具体的にねあのまあ、見て回られたのかとかねなんかこれをね開発したのは一体誰だろうみたいな形なんですけどねではまずはねちょっとこれをね海の親のね人物の方を紹介しますはいそれがですねあの竹内室長って呼ばれる方なんですよね、はい、竹内直行っていうねあの方なんですけどあの長沢文具センターにねあのまあおられるあのまあ 有名人というかね、あのマスコットキャラクターじゃないですけどね、あのもう企業のね、もう顔みたいなね、あの方です。はい、あの商品開発室執行役室長っていうね、あの、まあ肩書きの非常にあの偉い方なんですけど、はい、非常にね、あの、メガネかけてられる方なんですけど、非常にニコニコね、してらしてね、お話もうまいですしね、はい、あの、もう非常にね、あの、一緒に話してて、もう楽しくてもね、あの、 ねあのもう本当にね白々でね素晴らしい方ですはいまあねそのねあの方がまああのいろいろ海の親なんですけどはいまあその方がねかなりねカメラとかも好きですしねあのいろいろねあのカメラをねあの片手に結構いろんなねあの神戸のスポットを回られてそこでなんか ねああのまあ写真を撮ってかまあ、なんかわかんないですけどまあ、インスピレーションを受けてですねまあ、その色をまあインクにこういうふうに落とし込んでるみたいな形のがこの神戸インク物語を形なんですよね。はいでですね、ああののまあそのねどれぐらいの、ね、ところを、ね、回りながらそのインクを作られたかというのが分かりやすいね商品がありましてこれは出します。はいじゃあ、はい、これ実はねあの日本郵便ですよね。はい のととこころとねこれコラボしたやつなんですけど、神戸インク物語のある風景みたいな形でねこれ書かれてるんですけど、まあ、これ自体もねあの神戸インクで書かれてるんですけど、はい、なんとね神戸の,ねあのもう至るとこですよ。はい神戸ってねあの六甲山からね下がって栄えてるみたいなとこでまあ、このねあの海岸沿いを中心になんか発展したようなね。ね 都市なんですけどはいまあここのところねもうこんなにですよもういろいろ回りながらあの一色ずつねあのまあ長年かけてね作ってこられて今70何色あるみたいなそういうふうな形になりますはいでねここのところねあの風景もねこういうふうに写真撮ってはおれるあのおられるんですけどなんとねこの写真撮った方がねカメラマンじゃなくてですねなんとねこのね室長さんなんですよね はいこれなんと神戸に行く物語のね海の親がねあのまさにカメラを持ってパシャパシャ撮ったやつがそのまま採用されてるというねはいこれね郵便局とのねこのコラボモデルなんですよはいモデルと言いますかコラボのねこの切手なんですよねはいこれね結構ねあのプレミアンなんじゃないかなと思いますこれねイベントのところでねあの売られてたやつをまあ自分買った形になりますまあ、こうやってね神戸に行く物語の説明するにねあのこれがね非常にねあの そのインクのね、生まれがね、こ俯瞰できるみたいな、ビジュアル的に俯瞰できる形でいいなと思ってね、はいこれ購入した形になります。はいという形でね、あのまあ、そのカメラが大好きなね、あの竹内室長がいろんなところを回りながら、こういう風に景色を切り取って、まあ、インスピレーションを受けて生まれたという形になります。で、ここでね、重要なのが、これがね、あの日本郵便、はいこれ、あの企業とのね、これ、 コラボのねあのこれ企画でこれできたやつなんですよねはいという形でねこのコラボがね実はね色々いろいろ続いていくんですよねはい実はですねこれねあのこの切ってだけにね限らずね実はこんなものまでねコラボしてるんですよねはい じゃんはいこれね、神戸ショコラっていうやつなんですよね。これ、まあちょっとね、あの、まあのま自分はあのバレンタインのね、あのに、ね、いい文房具みたいな形でね、ちょっとこれ、あげなかったんですけど、というのもこれね、あ思いっきり神戸って出てるんでね、<laughs> もしかしたらあのこれ、県外の人手に入れられないかなみたいな形なんですけど、まあこれね、あのブリコとね、コラボしたやつの形で、はいここでね、インクも神戸インク物語がね、あの、ね、使われてるんですよね、はい。こちらから出した方が分かりやすいかな。 はい、これ何種類かあるんですけどはいこれなんですよねはいなんとですねあのここのところ見てもらったら分かるんですけどはいここですねはい裏返すとバスケットにみたいな形でねはいこれあのイラストレーターかける神戸インクものあたりみたいな形で書いたんですよねでさらに言うとあの高齢ねあの中にねこういう中で、ね、あの サクッとしたねなんかこのクランチみたいなのが入ってるんですけどはいこれがですねあのこれなんですね神戸のねお菓子で有名なねあの風月堂のねゴーフルなんですよねはいこれがねあの混じってるみたいなねやつなんですねこれゴーフルチョコレートって書いてあるんですけどねはいという風なね形でねもうちょっとねいろんな器具が混ざってる形なんですけどはいこれどういうのかと言いますとはいここのねあの口を開けてこのバスケットをこういう風に裏返してパーティーみたいな形にするとここに絵柄が現れるっていうやつなんですよねはいこのね絵柄をね書かれたのがねはい誰かと言いますとねこれが ですね、あれなんですよあの、ま、マテウシュ・ウルバノビッチ氏っていう、ね、あの君の名はですよ、はい、あの新海誠監督の大ヒット映画の、まあ、君の名はの、まあ、背景美術を、ね、あの担当された、ね、方なんですけど、はい、その方が神、ね、戸行く物語、ね、なんか好きみたいで、ねまあ、それとの,、ね、あのタイアップみたいな形でもういろんな、ね、ところが、ね、ちょっと関わってる、ね、こるすごいやつなんですけど、はい、こういう形で、ね、お菓子とのコラボを果たしてるんです。よね、はい、さっきねあの切っき切て のコラボ言ったんですけど、今度ね、お菓子とのね、こういうふうな、ね、コラボレーションをしているんですよね。はい、まあ、インクだけに限らず、こんなこともしてるんですけど、さらにね、この輪は広がっていきます。はい、じゃあ、はい、こちらなんですよね。はい、これなんだろうということなんですかね。はい、これマーケティングコンペティションジャパン2019決勝大会みたいに書いてあるんですよね。はい、これなんだろうということなんですかね。これ、あの、山岳のね、やつなんですよね。はい、これね、あの、まあ、 マーケティングのね、なんかそういう風な、なんかとあるね、題材の商品とか、いかに売っていこうとかね、なんかこういうふうななんかいいんじゃないかみたいなね、このアイディアとかね、なんかそういうふう出しのコンペンみたいなの、まあ、学生版のなんかね、そういうなんかやつの大会なんですけど、はい、それのね、テーマがですね、これ、はい、あの神戸行く物語のマーケティングやったんですよね。はい、ということでですね、これ、あの、まあ、英語のスピーチのね、大会やったみたいなんですけど、なんとね、神戸行く物語を題材としてる、こういうふうなね、山岳とのね、こういうふうなやつもやったりもされてるんですよねはい、でですね。 このねあのまあいろんなね大学の方これ発表者におられますよねはいという形ね、結構ねあの日本でもねあの有名なあの大会になったみたいですはいでねまあ審査員のところにもねこれねあの 趣味の文具箱のねこの英出版さんのねこの趣味清水編集場とかもねこれ名をらねてるみたいな形になりますはいというねはいなんかこういう風なね大会とかのねこの三角連携みたいなのもねはいやったりもされてるんですよねはいでねさらにですねまあこれだけじゃないんですよね実はですねこの神戸行く物語のねあのこれはねあの作家さんとかにも広がってるんですよねまあさっきもねちょっとあの チョコレートのところのねあの作家さんとかもね言ったりとかしたんですけど、はいこういうふうな、ね、商品もあります。じゃあ、はい、これね、ちっちゃい豆本なんですよね。これ前ね、自分動画にもね上げたりとかしてたんですけど、はいこれ、非常にね、ドールとかにもぴったりなサイズのね、あの指の上に乗るようなサイズのこんな豆本です。ちゃんと中開くんですよ、これ。はいというふうなね、こういうふうな、ね、あの豆本からこれのアクセサリーみたいなやつとかも作られてたり、はいこんなね、貝らしいね、はい。 こんなね、はい、あのキャラクターとかもねあの作られているところなんですけどはいこれがね、あのチー・ブックさんなんですよね、はいこれ,です、はい、これね、あのお名刺なんですけど、はいチー・ブックさんっていうねあの作家さんがおられる。 ああのメーカーカがあるんですよねま作、あ、家さんなんですけど、まし、あ、らせさんという方がねあのやられているところなんですけど、はいまあねこのねあかいらしいキャラクター、このちーさんですよ、はいまあねこのねキャラクターたち、あの他にもいろいろいたりするんですけど、これがねねなんと、ね、この神戸に行く物語から生まれたキャラクターなんですよね。はいという形でね、ねまあこのねあの商品とかにもこういうふうに、ね、他にもねあの生かされてるみたいなところが素晴らしいところです。まあちーさんね結構あのインスタグラムの方でね、あの結構毎日最近あの頻繁に あのこの妖精のねキャラクターたちのねあの写真とかねあげられたりしてるんでねぜひね「あのいいね」とかねあのしていただける。 たりまああのねあのフォローとかしていただけと多分本人喜ぶんじゃないかなと思いますまあイベントでもねすき素敵なねこんなねマー前もんとか売られてるんでねぜひねあのドール興味ある方とかねまあこういうちっちゃいアクセサリーとかねそういうのが大好きやっていう方はね非常に刺さるプロダクトを出されてるんであのぜひおすすめですはいということでねあのまあこういう形でね作家さんとのコラボも果たしておればこういうふうなね面白いこともされているんですよねはいそれですねこれなんですよねはい これもね、あのインク沼界隈の方はね、結構あのご存知の方いるんじゃないかなと思うんですけど、まあ、このサインでね、ちょっとね、会ってなれた方いるんじゃないかなと思うんですけど、武田健さんっていう方がおられるんですよね。はい、あの、インクのね、かなりね、あの愛好家の方なんですけど、まあね、そのインクの愛好家だけじゃなくてね、結構全国をね、練り歩きながらね、最近ね、あのタロット占いみたいなのね、されてるんですよね。で、あのそこのイベントでね、タロット占いをされて、あのあなたにね、あのまあ、 あその運勢みたいなのもね、あの占ったりもするんですけど、さらにねあの、まあ、その時にね、いい神戸インクじゃないですけどね、そのいいカラーとかねあの、ラッキーカラーみたいなのなんですけど、そういうのをこの神戸インクとね、絡めてね、ちょっと紹介していただけるみたいなね、はいそういう風なねあの、試みもね、されてたりね、そういう風なねあの、試みにこういう風な神戸インク物語の、 タイアップみたいなのをしてるっていう,ふうな形でねもう今ね、ねあのこんだけいろいろ紹介したんですけどいろんなねタイアップを果たしてるんですよね。はいということでねこのインクの強さっていうのは実はねあこの色がねあのすごいとかっていうのももちろんあるんですけど、はい、それだけじゃなくてねこういう,ふうな、ね、いろんなタイアップを重ねてるっていうところはいこれがね非常にマーケティング的に素晴らしいところなんですよね。 はいといととうことでね実はね、ねねこれねあのすごい賞を取られてるんですよね、あの2017年のねまあ優れたマーケティングみたいなのを、ね、あの表彰するようなねあの名誉ある賞がねあったりするんですよね、まあ、それがね日本マーケティング大賞というやつなんですけど、はいそれのねあの第10回のやつでね、ねあのなんとですねあの奨励賞をねこの神戸インク物語受賞されました。 はいまあこういう風なね幅広いタイアップとかねまあこのねインクをねこのインクだけにとどまらせずねいろんなところにねこういう風にね広げて 行く試みまあ最近のね試みもまあその受賞した当時のやつじゃないやつもね今回ちょっと紹介はしたりしたんですけどはいこのねインクを作るだけじゃなくてねこれをバーって広めていくんが非常にうまいまあこの仕掛け人のねこの竹内さんのこの手腕みたいなのもねはい多分表彰されてるなんじゃないかなと思いますまあこのねあの日本マーケティング大賞ってねあのまあ公演がねあの経済産業省みたいな形でねあのかなりねガチですまあ公益社団法人のね日本マーケティング協会がねあのされてるやつなんですけどはい非常に名誉 ある賞をらえてますでねこのね竹内室長がですね非常にねまあ個人的にね自分びっくりしたところがありましてねはいまあね結構ねあのイベントとかでねお会いしたりとかまあ店舗で偶然お会いした時らにもねお話ししてたらねやっぱねちょっとあのなんかペンとかもねあの自分見せていただくこともあったりとかねなんかちょっと所有物とかもね見させていただくことがあるんですけどねはいまさかのねあの持ち物の中にねあのまあ手帳の中からねこんなんが出てきたんですよねはいこれ非常にね驚きましたはい じゃーんはいこれなんですよねこれなんだよこれみたいな形でねあの これ結構詳しい方でも何これみたいにね思われた方いるかもなんですけど、はいこれ何かと言いますと、ねこれこうやって箱からこうやって取り出しますと、これカラーガイドって書いてあるんですよね。はいそれでねこれ中身見てみると、ねなんかこういうようなねチップがねこういう風ろいろ書いてあるんですよね。はいでここに,どこにねミシン目がついてまして、これあのピリってねちぎってね相手に渡すみたいな形になります。はいこれねなんだよっていう形になるんですけど、はいこれ実はね色見本なんですけど、はいこれねあの DIC ってここに書いてあるんですよね。ここにはい はいこれ DIC ね株式会社っていうところかなはいまあこれねあの実はねちょっと呼び方がねあの結構あの クリエイターの間ではね、ねこれ、ディックディックって呼んだりとかしてるんですよね。というのもね、これ、あの大日本インキ化学工業株式会社っていうところがね、ちょっとあの DIC っていう名前にね、名前変えたね、ちょっと名残みたいなのもあったりなんですけども、このディックみたいな形の方がね、ちょっとあの呼びやすいんでね、あのそっちの方で通ったりしてるんですけど、はいこれね、あの結構ね、工業商品製品とかね、まあ、紙だけじゃなくてね、こういう風なインクとかじゃないですけど、まあこういう風な色合いにね、 例えば青って言ったとしてもどんな青やねんみたいな形であなたの思う青はって言われたら結構ねあの難しいところがあったりするんですよね。まあ、その時にあの結構意思疎通をねねあのそのそ、ね、問題なく取るためにこういう風なねカラーガイドみたいなのが使われるんですよ。はいでね、こういう風にね会った時にこの色ですって見せることもできるんですけど。あの お互いね、あの、はい、じゃあもう会議解散って帰った後にねあ、何色やったっけってね、思い出せないとかそういうことがあったら困るんで、まあこのね、カラーガイドのところをこうやって見てね、あのこれを、あ、じゃあこの色ですみたいな感じで、ここのところでね、あの折り目を折ってこうやってピッてちぎって渡すみたいなね、はい、そういう文化がね、実はクリエイターの間であったりするんですよね。ただね、結構ね、これ高かったりするんでね、これなかなかね、ちぎる勇気いったりとかするんですけど、はい、そういう形でね、実はね、商品みたいなのは成り立ってるんですけど、これのね、これをね、あの持ち歩いたりしてたところ がね非常にね個人的にねあの驚きました。はいもう本当にねガチでねあの第一線のねあの現場のところもかなりねあの都市はねもういってる形になるんですけどはいもういつまでもねこの現役でねあのやり続けてるまあしかもね全国をねもう練り歩いたり非常にねあの アクティブにね、活動されている様子はね、非常に自分はあの感銘を受けましてね、これはぜひね、応援したいという意味合いもあってね、自分それに後押しされて、まあ、ちょっと勝ったみたいなのもありますし、今こうやってね、動画で紹介してるっていうところもね、あの非常にそういうふうな形で感銘を受けたところもあります。これ、でもね、これ、ちぎって渡すって、なんかね、あの最近ね、なんかよくある、なんかプリパラのプリチケじゃないですけどね <laughs>、はい、なんかそんな感じもしますよね <laughs>。はい、という形でね、まあ、こういうふうな、ね、やつもあるよっていうことがね、ぜひね、今回、 今回ここれねね皆さんに知っていっていいたただきたいなということうで、ね、ちょっと登場させた形になりますちょっとこれねマニアックな話だったかもしれないんですけどはいという形でねまあいろいろねあの全然ねあのインクをね実際にね試して書かずになんですけどねはいこういう形でね神戸インク物語のねちょっとね紹介をしてみましたはいという形でねちょっとねあの普通やったら書くんですけどね書かないというね不思議なちょっとアプローチあったんですけど皆さんねいかがでしたかね結構ねあのまあ面白かったよってね言う方はね是非ねもうチャンネル登録もですけど けどねねあのままグッドボタンを、ね、押ししていいいいたただら嬉しいなと思いますでね、他にもね、ちょっと面白い切り口から攻めた動画とかね、なんかいろいろ面白い文房具の動画とかね、あるんでね、ぜひ見ていただけたら嬉しいなと思います。ということでね、ぜひね、あの、まあ、 地元の方はね、あのもう神戸インク物語、あの気に入ったら、ね、あのこの動画見てもね、気に入った方は買っていただいてもいいですし、はいああのまあ遠方におられる方もね、あのこんなインクがあるんやっていうことを知っていただいて、まあねあねの近くに行かれる方とかね、まあ旅行に来た時とかにね、あの買っていただくといいかなと思います。はい、ということで今回は神戸インク物語の紹介でした。ということでありがとうございました。バイバーイ。